を守るため、2030年までに国土の 30% 以上を保全する目標を掲げ、国立公園や国定公園の拡大を進めています。この中で、北海道の日高山脈えりも国定公園について、国内最大規模の原生林、氷河時代に作られた地形、多様な動植物など貴重な自然が存在し、保全の必要性が高いとして、国立公園に格上げして指定する方針を決めました。指定にあたっては、およそ10万ヘクタールある今の国定公園の面積を、周辺部を含める形で2倍程度に広げる予定で、国立公園としては最大規模となる見通しです。このほか、新たに国定公園として、国内有数の湿地が分布する北海道の野付半島、風蓮湖、根室半島の一帯、長野県と岐阜県にまたがる標高3000メートルを超える山で多様な植生が見られる御嶽山、サンゴ礁群やマングローブ林で知られる沖縄県の宮古島沿岸海域を指定する方針です。環境省は地元との協議や現地調査、有識者による審議会での議論など今後必要な手続きを進め、整い次第速やかに指定するとしています。